の、それが一番大切なことじゃ。秀吉殿は何をやっとるんじゃ。秀吉殿は可愛いと呼ばれるのが大好きだ。大きい声で言ってやってくれの。猫かぶった猿よ。うまいこと言うな。さすが徳川殿じゃ。ただの彼女で。よし。確かに急に礼儀が正しくなったと思ったら返しておったわけですな。そうじゃそうじゃ。あー徳川殿。いや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 、何がいやいや。本日はええ戦でしたな。ゴミ拾い合戦。あ、ゴミ拾いな、うん、あ、何がええとか言わんのか。やはりこう戦といえども町がきれいになる戦というのは、あ、このまま引き続きやってまいりたいものですな。わしはなこたび負けたが、しかしこう心の中は喜ばしく思ったな、うん、あ、負けてこんなすがすがしいのは初めてじゃ。不思議な戦ですな。なぜならばじゃ、うん、負けたということはゴミの量が少なかったということじゃろ、うん、つまりわしらが掃除した町はきれいやった、うん、これほど喜ばしいことはないがね。確かにええことなんじゃ、うん、わしが確かに行ったところは、あ、錦三丁目と呼ばれる繁華街をちいと足を踏み入れて、その入り口にはたくさんゴミがありましてな。やはりこう汚い場所というのは集中して人もゴミを捨てたがるもんですな。そういった心理が働いておって。お主は聞いておるか。あ、聞いております。確かにありますな。例えば壁になんかスプレーとかでよく落書きがしてあったりするが、うん、それをきれいにして、あ、花を植えたりした途端に、ゴミを捨てるものはおらなくなり、そしてきれいになることによって犯罪率が減ったという、うん、そういった報告なんかもあるということで、街をきれいにすることが犯罪の抑止にもつながるという。そうなんじゃ。そういう結果がありますでな。北にあとまあええかと思ってまうでな、うんうん、気持ちがさせないというのが大事だな。荒んでくるということの一つの表れかもしれませんが、うん、なるほど。そしてその犯罪率の話をするとの、ほう、きれいな街というのは一つ傾向がありましての、なんじゃ、挨拶をするようになる。ああ、聞いたことがございます。だってゴミをただ拾うことだけが、うん、転じて町づくりになるということですの、うん、いろんなことにこのいい好循環を生んでいくという、うん、そういったことがゴミ拾いにはあると。なるほどな、うん、まあ拙者は参加しておりませんから、うん、まあそういうのはね、あのこういう機会があるのはええことじゃが、普段からやっていけばな、うん、ええことだ。まあ、別にそういう催しがなくても、うん、いいような感じにしていきたい。そうじゃそうじゃ、一人が変わればみんなが変わっていくと。今の話はそういうことだでね。自分から発信してこもやん。あ、今日はなんかええ気持ちになったな。さようですな。さて、うん、あ、今日ね日曜で終わりになってまったな。あ、また今週終わりだ。また明日から平日になり、うん、来週は何の予定がある。来週はですな、土日はどこ行く。秋田行くちゅうとったな。わしは豪華客船を迎えたりいたしますの。おお、そうか、うん、豪華客船を一人でこうやってガーン。その止めるのはこの沿岸でやりましょうや、秀吉様。あ、そうか。割とこの無茶なことを、怒りを、ああ、怒りは敵。己を責めて一つ何を言いますか。そっちの怒りやないんだな。そっちの怒りやな、うん、怒りですな。怒りじゃな、怒り、うん、怒りを抑えるのは一蔵の仕事であって、一蔵、うん、豆腐に必要なものは苦りじゃない。苦りがないと固まらん、固まらん、大切なものだ、そうですな。丸を取るぞこいつら。どうしようもや、怒りの話になって。しかしながら名古屋にはええ土産があるの、あの万博のなんちゃったかな、この前。いや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 。
で頼むのは上がりでしたかな。あ、自分で負けたね。自分で言ったかんや。わしらに言わせんと、そういうの。そうです、ね、すまん、わしら今な、上がりなのかガリなのかちょっと迷ってしまってたな。そこがちょっとぬるっとしたところでございます。ぬるっと言えばやはりこう粘着質の高い醤油はあれは何ちゅうったかな、あれは何醤油じゃん。たまりじゃなくて、たまりじゃなくて、で、なかなかファッと出てこない。さすが太閤殿下。あんたね、突っ込む人任せやめやぞ。あいつの説明優しくしたりゃ。すいません、拙者今答えを聞いてもよくわからんのです。たまり醤油っていうのがあるじゃない。ありますな。ぬるっとする、ぬる、いや、ぬるっとがよくわからん。濃いめのな、ちょっとドロドロした、普通のよりもあの液体性が薄い。いや、それはわかるんですが、ぬるっとすると申せばたまり醤油で、そうなんじゃ。だからわしはギリギリのところを失礼しますの。混乱を生みますな、家康の。混乱を生むな、そのままちゃう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 、笑うとる場合ちゃうんだよ。笑えばいいと思っとるだろ、お主は。ああ、もう本当にゴミ拾いから何から何まで楽しいですな、こう一日中。お主なんか浮かれとるんか。街が綺麗になったので、なぜ自分の作った街がどんどん綺麗になっていくっていうのは、まあ発展するのもええですが。うん、確かに。我が子が綺麗になるという。ちゃんと下水道も整備して、うん、400年前から綺麗にしていたのに、そうじゃない。それが綺麗、汚くなってしまったら、うん、ちょうどあそこにも。お、そうじゃな、向こうの遺構がありますな。そうやな、ブラーンキョッチュ、下水道中と今当たり前やけども、実は400年前は、あ、名古屋がこの最先端で取り入れた技術やな。世界的にも最先端、うん、な、わしの大阪にも太閤下水、江戸の町もそのように作っておりましたな。だってこの日本という国は当時400年前から比べても世界的に見ても裕福な町だったんじゃな。そうですな。またこの清潔さの水準が非常に、あの、人がおるところは高かったので、うん、一部ではまあちょっとこの汚れとるところも一部ではありましたが、うん、そうやな。これから江戸に入ってからは識字率、うん、あ、は世界で一番で、人口、江戸の人口も世界で一番の、あ、100万人都市でしたから、識字率高かった、識字率が高かった、高かったですか、うん、なるほど、うん、お主ら同じこと繰り返しとるだけやったいやいや、先生はその識字率が一番というのは知らなかったもんです。ああ、そうか、識字率っていうのは分かっとるかな、大丈夫、分かるかい、読み、あの、読み書き、そう、読み書きができる率だな。寺子屋があるよね、南々が、なんか築地の親戚かな、東京で築地言うたらもうなんか、わしなんかやはり秀吉様のもとで小姓として使い取って、うん、あの、いろいろとこう学ばせて読み書き計算なんかを、うん、させていただきました、うん、まあそういった面では非常に恵まれとった部分がありましたけれども、うん、ただそれが一般の領民の、うん、ところまでこのレベルまで行くと、なかなかそれは難しいという部分もあるわけです。農民でもこう寺やったりとかで、な、勉強ができたり、その時からまあ勉強はしておりましたけれども、そうだって、ええ時代じゃったな、ええ、なようですな、ええ時代じゃったなって、わし江戸時代生きとらんけどそうですな、わしギリでしたけど、なあ、お主がギリ、わしギリギリ11年だけ、260年のうちの11年だけ。しかしあれだぞ、わしがもうちょっと長く生きとったらまた日本も変わっとるでね。ああ、確かに。こういう話をすると信長様が喜ぶ。え、なぜですか。信長様そういうなんかこういうなんちゅうんじゃろうな、右寄りの話が好きなんですよ。ちょっとな、ちょっと寄っとる、思考が寄っとる気がする。さあ。もうこれで、もう時間か、ええ、もうそうそう、あ、もう時間か、そろそろ退陣してしまいますか。そうじゃな何がおかしいんじゃ、全然おかしないて。さて、まあ、ということで来週もな、いろいろ毎日わしら名古屋城におるもんで、みんなも時間があるときにぜひ遊びに来てちょいよ。では、みんなの週よ、またお前、さらばじゃー、またお前。